久しぶりに護衛艦イズモの情報をお伝えしています。アメリカが日本には空母が7隻あるとの見解を発表しました。全通艦班を持っているのは7隻あるけど、でも改修工事などもできるとするなら4隻が妥当なところでしょうね。 F-35B 戦闘機を艦載した出雲もお早く見てみたいものです。訓練もかなり必要になってくるでしょう。当面はアメリカとのクロスデッキでの運用が見込まれています。管制なども訓練が必要でしょう。それに今までとは運用の仕方も変化してくると考えています。他国での出雲も運用が念頭にあるのかな。昨年2020年6月より現在の海上自衛隊が保有する最大の艦艇ヘリコプター搭載型護衛艦出雲の航空母艦化改修工事が建造元のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で始まっている。ヘリコプター搭載型護衛艦は海上自衛隊では DDH の略号で呼ばれており、この出雲型は1番艦である出雲と2番艦加賀の2隻ともが航空母艦化の改修工事を施される予定となっている。当初は1番艦出雲から改修工事が順番に終了していくものと考えられていたが、出雲は大きく2回に分割されて行われることに変更され、完了自体は加賀が先になる模様だ。大まかに出雲は2020年に1回目の改修工事を行い、2022年にアメリカで艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の適合試験のクリア、2025年に2回目の工事に入り、2027年に運用開始の予定である。一方の加賀は2022年から改修工事を行い、2024年にアメリカで F-35 ライトニング 2B 型の適合試験をクリア、2026年には実際の運用に入る見込みであり、出雲より1年早いとされている。アメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の適合試験とは、同機を運用するイギリスのクイーン・エリザベスやイタリアのカブールといった航空母艦にも課されたもので、必須の過程といえるものだ。出雲・加賀の改修工事の内容としては、飛行甲板の艦首部分の楽幅や F-35 ライトニング 2B 型の発する排気熱への耐熱処理加工などが行われるが、発艦用スキージャンプ台は装備されない。このためアメリカ海軍の強襲揚陸艦等と同じく、短距離離陸垂直着陸で F-35 ライトニング 2B 型を運用するものであり、飛行甲板の拡幅は搭載するヘリコプターの駐機スペース確保が目的と思われる。こうした点からも、出雲・加賀は改修工事が完了した後でも現行と同様に対潜哨戒ヘリコプターを搭載しての任務運用も考慮されており、用途に応じて艦載機を使い分ける艦艇となる。出雲・加賀は飛行甲板への駐機を行わない場合の F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は10機前後が最大数となると見られており、
そうした意味ではかなり小型の航空母艦と言わざるを得ない。アメリカ海軍の強襲揚陸艦は、最新鋭のアメリカ級、一つ前のワスプ級ともに、F-35 ライトニング 2B 型を20機ほど搭載して、軽空母的な運用を行うことが想定されているが、打撃力は、これらの約半分だと言えよう。それでも、出雲、加賀、は、現行のようにヘリコプター運用であれば、その行動半径は、およそ 200km ほどに過ぎないが、固定翼機の F-35 ライトニング 2B 型ならば、1000km 弱となるだろう。この効果は、陸上の滑走路の数が、極めて限定的な南西諸島の防衛には非常に、有効だと思われ、仮に沖縄の滑走路が使用不能な状態に陥った場合などでも、航空兵力を投入できることを意図していると見える。また、出雲、加賀、F-35 ライトニング 2B 型だけでなく、陸上自衛隊が調達を進めている MV-22 オスプレイの運用も可能であり、こちらも、島嶼防衛の兵力の輸送に期待が持たれる部分だ。こうした多用途性は、F-35 ライトニング 2B 型や MV-22 オスプレイといった航空機の出現によるところが大きく寄与しているが、これらの調達を見越して、出雲、加賀の建造を進めた先見性を感じる。日本側としては、近年、著しく戦力を増強し、尖閣諸島をはじめとする領土に、圧力を加えている中国に対抗するものとして、出雲、加賀の、航空母艦化が語られることが多いが、最も反応しているのは、韓国かもしれない。というのも、韓国では、この2021年2月に、軽空母の取得に向けた方針を固め、およそ2000億円弱の予算を投入して、日本と同じく、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇の建造に、大きく踏み出したからだ。韓国の軽空母保有に向けた議論も、実はかなり古くから存在し、検討を始めたのは、1997年の金大中政権の頃であり、中国や日本と比べて海軍戦力が脆弱だった韓国が、それを覆そうと企図したものだった。しかし、現実的には、韓国が実際に対峙している脅威の一番手は隣接する北朝鮮であることは明白であり、国威発揚のためだけに費用対効果や維持コストの高額な軽空母建造には反対の声が多かった。それが日本が出雲、加賀を航空母艦化するという事態が実際に生じると、これに対抗すべきだという主張が政治的にも支持されるようになり、ついに2021年、その方針が承認されたといえる。韓国でも、日本と同じように F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすると、前述したが、予算的には、通常滑走路使用の A 型調達用に確保していた20機分を転用することにしており、急な方針転換であるのは明らかだ。